水島は秋田県小賀市にある日本の無人島。小賀半島の北東端である入道崎の沖合に浮かぶ無人島。1973年に入道崎灯台の光を反射するための照射灯が設置されている。島の周辺は漁場となっており、上陸は制限されているものの灯台に隣接する専用頭から発着するグラスボートが島の近くを遊覧する。 1810年、菅井真澄は、丸木船に乗り、畑崎から水島へ渡る。菅井真澄は、少しの風でも波に隠れそうなので、水島の名がついたのだろうとしている。水島に渡ってからは、女は磯に集まって、ワカメなどの海藻をとっている。男は腰に魚刺しといって、鉄ののみのようなものをつけて、海に潜り、アワビやサザエを担ぎ上げてくる。 南北に長い岬からは、北には岩木山、東には森吉山、寒風山、赤、神学などが雲の中から見えると記している。また、離れた磯には女わらべが下波を拾いながら歌を歌っていた。1884年の秋田小賀名勝市では、小賀群島最大の島で、旗村の生形の3分の1はこの島にあるとしている。 25000分の1地形図より土木建築の近代解散ナンバー50ロー崎東大。ありがとうございます。